皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。小学校6年生の算数の動画のコメント欄に、食塩の公式が覚えられない、こんなことが書いてありました。この食塩の公式、多分食塩と食塩水と濃度の関係、この式だと思うんですけれど、これって実は道のりと速さと時間、これを求めるものと同じ考え方で求めることができます。この道のり速さ時間の関係を覚えるとき、このように円を書いて、下に中にこの T の字を書いてですね、で道のり速さ時間、こんなふうに書いた覚えはありませんか？これと同じように円を書いて、 T の字を書いて、上に食塩、下に食塩水と濃度を書いて、実は求めることができるんですよ。この関係を覚えちゃえば、この絵を覚えちゃえば簡単に求めることができます。この上下の関係というのは割り算だったので、ここに割るの印をつけておきますね。そしてこの食塩水と濃度の関係、横に並んでいるのは掛け算の関係なので、ここに掛けるの印を書いておきます。では実際に数字を使って解いていってみましょう。まず濃度を求める、これパーセントと書いてあるので、百分率で求める場合、これを例にとります。濃度ですから、濃度のところを隠します。そうすると食塩と食塩水が残りますよね。上下の関係なので、食塩割る食塩水を計算します。ただしパーセント、百分率で求めるので、その答えに100をかけると。これをやります。気をつけなくてはいけないところがあります。それはこの食塩水というところですよね。食塩が 20g、水 180g とあったとき、ついつい180分の20、こういう形にする人いるんですけれど、食塩水というのはこの食塩と水を合わせた量、この2つを合わせた量なので、これはしっかり覚えておいてください。ですから食塩水、これ分母にきますよね。20プラス180、それ分の食塩20で、百分率で求めるので、かける100をします。そうすると200分の20かける100、こうなりますね。100と200を約分すると2になって、2と20を約分すると10になりますから、答えは10。こうなって 10% というのが濃度ということになりますね。では2つ目、今度は食塩の量を求める場合です。食塩を手で隠すと、食塩水と濃度、これが残っていますよね。これ横の関係なので掛け算をします。食塩水 250g、 濃度 12% ですね。この濃度は 12% というのを小数の 0.12 として計算しても、100分の12として計算しても、どちらでも構いません。食塩水かける濃度で250かける0.12、または100分の12、これを計算すると30となるので、これ 30g、 これが食塩の量ということになります。この時では、これ水の量はと、ね、聞かれる時もあります。その時にはまず食塩の量を出して、そして全体食塩水の量 250g から 30g を引いて、水は 220g、 こういう計算で求めることができます。では3つ目、食塩水の量、食塩水の量ですか、食塩水を手で隠すと、食塩と濃度が残っていますよね。上下の関係ですから、食塩割る濃度、こういう式になります。
ここでは百分率を使った方が簡単なので、それで計算していきます。食塩 27g、 27÷100/15 と、この割り算、掛け算に直して 27×15/100 と、こうなりますね。まず15/100約分しちゃいますね。3ですね。そして20となります。3と27約分できますね。1となって9と、そうすると180となって、食塩水の量は 180g と、このように求めることができます。またこの時水の量はどのくらいですかと言ったら、食塩水の 180g から食塩の 27g を引いて 153g と、このように計算もできるわけです。今回は食塩水の公式についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。